どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。例えば何か買い物をしましたと、でその半年後になんで買ったんだろうっていうふうに後悔をしたり、もしくは全然使ってないってもう意識から外れちゃってるアイテムってどれぐらいありますでしょうか。逆に買って半年後にああこれ買ってよかったなって思ったり、もうバリバリ使ってますとか、気持ちいい、見るだけで気持ちいいですっていうアイテムはどれぐらいありますか。僕は普段からミニマリズムなライフスタイルを送っていて、まあ、他の人から比べたら、まあ、比較的物は少ないんじゃないかなっていうふうに思います。なので、何でしょう、使っていないものはないですし、どこに何があるのかっていうのは全て把握できてます。全部が全部気持ちいいアイテムで囲まれてるんですかって言われると、いやちょっとすいません、そうじゃないんですけども、まあただその前会社員やっている時、部屋がごちゃっとしている時と比べると、ある、まあ、今回教えてもらった、今回シェアするポイントをやったから今の状況になれたというふうに思ってます。なので今回は、まあ、簡単に言ったら買い物上手になれる方法っていうのをシェアしていこうと思います。まあ、僕もまだまだ全然できているわけではないので、ちょっと一緒にやっていきましょうっていう話なんですけども、例えば金利を理解しましょう、複利を理解しましょうとか、クレジットカードの仕組みを理解しましょうみたいな、まあいろいろあるんですけども、まあ、ここで一つ一つシェアしたいなって思ったところは、その感情とですね、お金を使うっていうことと感情の結びつきっていうのをちょっとシェアしていきたいなと思います。例えばこの動画を見ている人が、例えばスマートフォン、新しいスマートフォンを買いたいとなった時にどういうことを想像するかっていうことなんですよね。ブラウザがサクサクしたり、ゲームがやりやすくなったり、なんか画面が大きくなることでその文字が見やすくなって連絡がしやすくなったりとか、なんかそういったことを想像しますよね。で、想像した時にどうでしょう、ワクワクしませんか。僕の場合はこういったレンズがあって、このレンズを買う前っていうのはこれでいろんな絵が撮れて、それをみんなにシェアできて楽しそうみたいな、そういう想像からくる感情っていうのがあったんです。で、ここでポイントになってくるのが、想像した時に湧き出てくる感情と実際それが起きた時に感じる感情っていうのはちょっと別物なんですよっていうことなんですね。もちろんこうやっていろんな絵が撮れてすごく楽しいんですけども、逆にこれ1個あることによって荷物が増えますよね、単純に。で、重いなだったり、例えば荷物入れる時にちょっとかさばるなっていう、その面倒くささだったりありますし、このレンズがあるがために、じゃあどういう絵を撮っていこうかっていう、その考えるその思考が増えたっていう、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、そういったあの想像と実際はまあ、違うわけですよね。この動画を見てる人が何か買いたいなってなった時に、想像してワクワクしてそれだけで買うっていうと、ちょっと失敗してしまう可能性が高いですよっていうことなんです。なんでかっていうと、例えばこれ聞いた話なんですけど、マーケティングだったりセールスの手法でワクワク想像させながら買わせるっていうのがあるみたいなんです。まあいい例で言ったら通販番組があるみたいですよ。まあ、なので僕たちが想像だけでワクワクして買うっていうのは、まんまその仕掛け側の意図に乗っかっちゃってますよっていうことになるそうです。あとは例えばこの動画を見ている人が1年間ずっと楽しいっていう気持ちをキープできるかって言われたら、まあ、その人はかなり少ないんじゃないかなと思いますし、1年間ずっと泣き続けてくださいって言われたら、まあ、それはそれで難しいかなっていうふうに思うんです。まあ、何が言いたいかっていうと、感情は変化をするわけなんです。で、その感情が触れた状態で買い物をしてしまうと、まあ、ある時こう感情が落ち着いたりとかした時に、冷静になってパッと見た時にって思っちゃうっていう感じなんですね。まあ、ここまで聞いてピンときた方もいると思うんですけども、感情で買い物をしないっていうことですね。冷静になった時にだけ買い物をしましょうっていうのが、今回のその買い物のコツになってくるかなというふうに思います。じゃあここでこう感情に任せにせずに、冷静になって買い物をするための5つの質問っていうのをシェアしたいと思います。で、まず1つ目なんですけども、欲しいと思ってから最低30日間待ちましたかっていうことです。あ、これ欲しいなと思ってから30日間よく吟味して待ったかっていうことです。で、2つ目に、この買い物をすることで誰か気になってないかなっていう、他人の目線を気にして買い物をしていないかなっていうのを考えます。それが2つ目です。はい。で、3つ目に、これは欲しいではなく必要かっていうことです。はい。欲しいかではなく必要かどうかっていう、その基準でやりますね。で、4つ目です。これを買うことでリターンは得られるかどうかっていうのも考えます。そう、まあ、これちょっと僕できてないんですけども、例えば食品を買う、消耗品を買うにしても、健康にいい食材を買ったりとか、そういったことは、僕でもできるかななんていうふうに思います。僕ここちょっとまだできてないですね。
で5つ目です。これもちょっと難しいんですけど、1年後これを買ったことを正しいと思えるかっていう基準ですね。はい、でこれもやっぱ難しいですね。この iPhone 買って1年後に正しかったかどうか覚えるか分かんないですもんね。この5つの質問に答えながら買い物をしていくことで相当買い物上手になるんじゃないかなっていうふうに思います。という感じでやっていきましたけども、いかがだったでしょうか。なんかここまでの話を聞いていくと、なんか我慢しなきゃいけないのかなとか、禁欲しなきゃいけないのかなっていうふうに思うと思います。でこれ僕がまた教えてもらったことなんですけども、その我慢だったり禁欲だけしてればいいっていうのではなくて、ちゃんとなんか無駄遣い費用みたいなのも決めておくといいですよっていうふうに教えてもらいました。この動画で伝えたいことは、単純にこう我慢をしましょうとか節約しましょうとかそういう話ではなくて、せっかくお金を使うんだったらいいものを買いましょうとか、ワクワクするものをゲットしましょうだったり、ちゃんと将来リターンが高いものを買いましょうっていうふうなことなので、あのお金を使っちゃダメっていうことを言ってるんじゃないんですよ。ただその大切なお金なので、せっかく使うならちゃんと自分に返ってくるようなお金の使い方をしてほしいなっていうふうに思って、今回こうやって動画をシェアさせてもらいました。今回のお話が一人でも参考になってくれたら嬉しいと思います。僕もまだまだ全然できていないので、これからみんなで一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。